皆さんこんにちは。今回もですね、スプラックスフライングサッカーの、シャッフルモードですね。はい、世界中の選手をランダムに選抜して、たった一度きりのチームを作り上げるたびに完全に新しいチームが出来上がる、そういうモードです。はい。ちょっと、前組んでたフォーメーションが、はい。川端原口元気、イングランドの、サイドミッドフィルダーと、で、金崎もですね、で、デンベレがいますね、フランスの、はい、若き、ウィンガーですか。インサイドハーフもやってますね。バルセロナに所属してます。ちょっとどうしようかな。デンベレを、まあ、ウィングでいいか。でね、アルゼンチンのアンカーに、エクアドルのセンターミッドフィルダーと。で、ヤヤトゥレいますね。シュバインシュタイガーもいると。これは強いですね。はい。あ、難しいな。ヤヤトゥレ後ろの方がいいような気がするんだけど、まあ、このゲームね、はい、ゼロバックを採用すると意外とアンカーの、最終ラインのね、出番がさらになくなるんで、まあ、ややとりここには置きたくないような気がしますね。ここの方が、絶対効いてくると思うんで、はい、大迫森重、アルジェリアの選手と、で、アルジェリアの同じくセンターバックと、はい、なるほど。森重入れて、大迫も使っていきたいですね。川又外しますね。ああ、そうか。もう一人。まあ、金崎外して。はい。でね、センターフォワード大迫いますね。で、まあ、一応ストライカー、シャローストライカーとして入りそうな。ああ、ここも変えたいですね。まあ、ヤヤトゥーレいるんで、シュバインシュタイガーを、ああ、まあ、森重入れちゃうか。はい。ここね、シュバインシュタイガーとヤヤトゥーレ横に並べて、はい、緊密なラインをね、築きたいと思います。で、森重センターバック、兼アンカーにして、もう一人ね、守備的な選手が欲しいんだけど。はい、この人入れるしかないですね。ここ変えて、こうですか。はい。まあね、これでいきたいと思います。で、左デンベレですね。で、真ん中はそこで。またね、入ってみてちょっと。で、原口元気右でね、ポイント作ってもらいますね。あ、逆の方がいいか。はい。相手は、クロアチアと。はい、クロアチアですね。これはどうするんだっけ。クロアチア中盤がね、モドリッチ、ラキティッチのライン硬いですからね。そこをなんとか、はい、ここもね、モドリッチ、ラキティッチがディフェンスに回ってますね。はい、ただ、原口のシュートで、あ、原口じゃない、デンベレか。はい、森重がボールカットします。で、横流して、原口のシュートと、はい、1点ですね。いいですね。崩せてますね。もう少しね、攻撃的に出てもいいかなっていう感じはするんですけど。うん、はい。はい、大迫から、ここね、通しますね。はい、で、サイドに振って、はい、キャッチと。キーパーね、スバシッチで、結構ね、いいキーパーですね、クロアチア、やっぱり。はい、大迫のヘディングですね。はい、シュートまで行ってますね。うん、なかなか、うわぁ。はい。こっち、シュバインシュタイガーいるんで、攻撃も、まあ、まず通ることが多いと。わあ、ここだな。怖い。危ない。はい。レヌッチですね。レヌッチ非常に、ポテンシャル高いですけど、このゲームではね、ステータスとして、はい、ヤヤトゥレのロングシュートですね。もうね、攻撃にしちゃいますね、これ。はい。ヤヤトゥレの存在を強調させるために、もうね、だいぶ攻撃的な中盤を組みます。はい。原口のクロスに大迫が走り込んでいってんですね。クロアチアちょっとサイドのディフェンス弱いですね。はい。まあ実際はね、そんなことないと思うんですけど。はい。原口の理解しに、イングランド選手が決めていってんですね。あ、ここで、ね、原口がハイプレス行くんで、はい、取れちゃいますね。はい、中央に流して、はい、向かいの原口の折り返しにシュートと。で、1点ですね。はい。もうね、原口が左でずっと勝ってるんで、クロアチアなかなかね、守りようがないですね。中央に大迫がいるんで、外破られるとだいぶ厳しいですね。はい。はい、大迫の、個人技ですね。1点ですね。クロアチアのね、センターバックの、プレッシングが、特に大迫にボールキープ許しちゃってるんで、ゲームプランが楽です。はい、6-0 ですね。フォーメーションこのままいきます。
やっぱりね、矢印は存在感が大きいんで、一番ね、枚数減らしても、ディフェンスは成立するんじゃないかと。はい、これね、攻撃増やしてるんで、はい、いいですね。まあ、シャローストライカーも走り込んできて、インサイドハーフも、だいぶね、上にポジション取ってくれるんで、攻撃に困らないですね。はい、大迫から、うん、やばい。うん。はい、マンジュキッチがボール持ってますね。やっぱりね、クロアチアはマンジュキッチがちょっと怖いですね、攻撃では。はい。まあ、レヌッチとかね、非常にいい選手で、1対1強いですけどね。ただ、このゲームだとちょっとね、設定値が低いんで、そこまで反映されてないですね。多分。フランクフルトですか、確か。でね、活躍してる選手ですね。はい。あ、危ない。あ、はい。ラキティッチがいます。あれ、エアトゥレは、あ、これか。はい、ここにエアトゥレいますね。はい、もう、エアトゥレのね、存在感が大きすぎて、守ってよし、攻めてよしと。今のね、ロングパスも非常に、精度が高くて、威力も十分ですね。はい、折り込んで、落とせない。はい、エアトゥレがボールを奪いましたね。ここ、で、サイド振って、はい。またね、原口から大迫ですね。なかなかね、サイドのディフェンス、サイドバックがね、中央に入ってこないんで、守りきれてないですね。はい。うん、はい、大阪のキープから、はい、ここね。あ、シュートまでいけないか。うん。わ、強い。危ない。はい。ただね、マンジュキッチ単独になっちゃってるんで、これなら、はい、そうですね。サイド、ペリシッチかレルンチがサイドを破んないと、マンジュキッチの、ね、強さも出てこないんで。はい、デンベルがボール持ちましたね。はい、というわけで、8-0 ですね。だいぶ対勝しましたね。今回ね、フォーメーション良かったですね。途中で、一回ね、エアトゥレ存在感大きいんで、より攻撃的に変化させて、機能がね、増しましたね。はい。クロアチアとしてはね、もうちょっとディフェンシブに入って、モドリッチとラキティッチを、低めでね、守んないと。あと、ブロゾビッチですか？はい。ブロゾビッチの働きがね、ちょっと弱かったですね。はい。こっちの中盤のエアトゥールと、インサイドハーフ二人のね、特にシュバインシュタインが抑えないと守りきれないですね。サイドも原口がずっとフリーだったんで、デンベレのサイドはともかくね、はい、左にだいぶ隙がありましたね。で、中央が大迫でいるんで、攻撃がね、全部取っちゃって、大差ついちゃいましたね。はい、それがあれだと思います。で、こっちのフォーメーション、大迫セントフォワードで、イングランドの選手をシャローストライカーにして、左原口、右、デンベレですね。で、インサラハーブにシュバインシュタイガーで、左も入って、で、エアトゥレを真ん中の真ん中と。で、あと、森重をね、センターバック兼アンカーで配置しましたね。はい。やっぱりクロアチアちょっと攻撃力がね、単調でしたね。マンジュキッチもレヌッチも、ペリシッチもね、個人技は、かなりね、高いっていう印象なんですが、組織的な攻撃になると、ちょっと噛み合ってない部分があって、こっちが、プレス高くね、組織的に守ると、本領が発揮されないと。特にね、マンジュキッチは、孤立した形になっちゃいますね。はい。そこがね、だいぶフォーメーションの、欠点がありましたね。はい。というわけで、まあね、今回は文句なしの、やっぱりね、途中でクロアチアの配置を見て、フォーメーション変えて、それがね、機能したっていうのが良かったですね。はい。エアトゥレやっぱり一人いると、全然ね、もう、中盤のディフェンスがね、しっかりするんで、攻撃をさらに加えてね、インサイドハーフ二人加えて、波状攻撃がかかるようにすると、よりね、点差が開くと、そういうことですね。はい。こういう風に、相手の形見て、フォーメーション変えていくのが、重要かと思います。というわけで、今回は、シャッフルモードクロアチア相手に8-0ということでね、これで終わりたいと思います。失礼します。